大谷翔平、場外乱闘を巻き起こす。エンゼルスの大谷翔平投手より、ケン・グリフィー・ジュニアの方が優れているー。とあるリスナーの主張に、番組司会者のクリス・マクモニーグル氏は、怒りと共に反論した。電話出演のファンと議論するコーナーで、ファンに何年かプレイしたくらいで、大谷がすでに紛れもなく史上最高の選手だというつもりかと問いかけられると、マクモニーグル氏は目の色を変えて話し出した。彼は二つのポジションをこなすんだ。二人の選手が一人の選手の中にいるんだぞ。単にそのどちらもかなりいいというわけではなく、その二つでベストな選手なんだ。またファンがだけどグリフィー・ジュニアは、すごい長い年月の中で、大谷よりもはるかに多くのことをやってきたじゃないかと、通算630本塁打を放ったレジェンドを引き合いに出すと、同志は彼は投球を一度もしていない。誰からも三振を奪ったことはないんだ。彼はやっていない、やっていないんだ、と激しい口調で主張した。さらにそのリスナーがそんなの関係ない、彼は大谷よりもはるかにいい守備ができる選手だと返すと、同志ははるかに優れた守備をするだと、彼は完投をしたんだぞ、と目を大きく開け、身振り手振りで大谷の精査を強調していた。現地のラジオ司会者が目の色を変えて大谷指示をしてくれるのって痛快。どこまで大谷が言ってくれるのか本当に楽しみです。そういう意味では、少なくとも現時点で誰も比較対象が存在しないという大谷の唯一無二性が大きな魅力でもあるんだけどね。大谷翔平さん自身は今、自分が史上最高だとは思っていないし、ケン・グリフィーだけでなく偉大な選手をリスペクトして、プレーに謙虚さや感謝の念がある野球選手だなと感じる。実質稼働3年なので、現時点で史上最高などの評価は難しいと思います。唯一無二の存在という言葉が、今は一番合っていると。大谷選手を投手または打者のみの選手と比較することに無理があるということでしょう。良くても、悪くても大谷は話題になる、ということは大谷の名前と選手名が、この国に浸透してるということだろう。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。